はい、どうも皆さん、こんにちは。今回は、海外の通販で購入した、服をね、3つ紹介していきたいと思います。こちらね、初めての、実写撮影なんで、画角がね、ちょっと謎の画角になってしまっているんですけど、こちらね、ちょっと部屋の都合上で、この謎の画角で、お送りしたいと思います。はい、最初はまずこちら、ロングスリーブ T シャツ、ロンティーですね。こちらね、すごく可愛い獣の、じゃあスマホいじりながらこちらを向いてね、何って感じの、獣がね描かれているんですけど、こちらのロングスリーブ T シャツ購入いたしました。でこちらね、左の袖の方にこういう感じでなんですか、ロゴみたいなやつがデザインされています。右は何もないですね。で後ろの方も特に何もない感じになっています。でこちらのロンティーなんですけど、こちらね、生地が第一印象かなり薄いんですね。こんな感じ、めっちゃ透けます。なのでこちらね、今着るというよりかは春先だったりとか、まあ秋とか、秋の初めですね、秋始めとかにちょっと肌寒くなった時に着るかなっていう感じので、まあ夏でも普通に着れそうな、薄いんでね、着れそうな感じはします。そうですね、着丈もね、かなり、こちらはね、僕 169.5 センチなんですけど、こちらね、で M サイズを購入したんですけど、こちらかなり、まあロンティーってだけあってね、かなり長くて、ちょっと長すぎたかなって思って、やっぱ S サイズでも良かったかなって思ってます。まあ、結構ね、今オーバーサイズとかが流行ってて、そちらもね、そう、これもオーバーサイズ気味に着たいなって思って、ちょっとワンサイズ上げたんですけど失敗しましたね。こちらね、結構、まあ、海外サイズなんで結構大きめに作られてるってことをね、あんま考慮してなくて、こちら結構長めになってるんですけど、まあ袖もね、ちょっと萌え袖ぐらいで、まあ袖はまあいい感じなんですけど、まあ、ちょっと着丈が長いかなっていうぐらいかな、それぐらいですね。はい、次2点目いきたいと思います。はい、次2点目なんですけど、こちらのジップアップフーディーですね。はい。で、こちらもね、このロンティーと全く一緒のデザインになっておりまして、こちらですね、後ろに同じデザインが書かれています。で、こちら、中の方が、ちょっと、肝っぽいデザインになっておりまして、こちらですね。ちょっと肌触りがいい感じになってます。まあこちらもね、真冬に今の時期着れるよ、1月2月とかには着れないようなものになっているんですけど、こちらね、3月4月と暖かくなった頃に、まあ着て出かけるのがいいのかなって思ってます。でね、まあ丈感もね、ほとんどなんかロンティーと一緒のような感じの丈感になってて、こちらもね、M サイズ、M サイズではなくて L サイズですね。L サイズの方を購入させていただいたんですけど、こちら、ちょっとね、こちらも、ワンサイズ落として M サイズで購入すればよかったかなって、ちょっと思いましたね。で、まあこちらフードの方もあるんですけど、フードが、ちょっと、まあ、フードもちょっとペラペラなので、あんまフードの立ちは良くないですね。まあそれぐらいかな。で、まあ、左右に、ちゃんとポケットがあって、このポケットの中もね、ちょっと肝をしたデザインになっています。で、こちらね、ロンティーと合わせて、こちら、ジップ開けながらね、切ると、こんな感じ。裏も表もね、可愛い着物のデザインになっています。こちらね、ロンティーとかも、いや、こちら、パーカーもね、結構いろんなデザインあるんで、いろんなデザインで組み合わせて切るのも面白いかなって思ってます。こちらノーマットコンプレックスというサイトで買ったんですけど、こちらね、まあ、思ったより、サイズ感は大きめなので、いつも通りの、ね、サイズ感で買ってもいいかなって思ってます。なんかファッション YouTuber みたいなこと言ってるんですけど、僕はね、全然ファッションとかそんな詳しくはないんで。はい、次3つ目ですね。こちらトランクスですね。はい。で、こちらね、ちょっとひんやりした、ちょっとね、水着みたいな素材のトランクスになっているんですけど、こちらもね、
M サイズを購入したしているんですけど、こちらね、大きすぎましたね。ちょっとゆるゆるで、下がっていきそうな勢いなんですけど、こちらもちょっと S サイズを購入すればよかったかなって思ってます。で、デザインの方が、はい、こちら。こんな感じですね。よだれを垂らした、この、獣がね、じゃデザインされています。サイドの方に、左サイドかな？左サイドの方に、書かれてる感じです。はい。で、前開きは、ない感じですね。前は開かないタイプの、トランクス、なっております。はい。こちらトランクスっていうのかな？ボクサーパンツっぽいけど。OK。で、まあこんな感じですね。まあこれはね、履くのちょっと恥ずかしいんで、ちょっと履かないんですけど、まあ下もね、ちょっと見えないところでおしゃれをするっていう点もね、ちょっとやっていこうかなって思ってるんで、まあ下着もね、購入しました。はい。では購入した商品は以上なんですけど、まあ海外からのね、商品なんで、到着にね、1ヶ月ぐらいかかったんですけど、まあ全然ね、最初開けた時ね、薄って思ったんですけど、まあ、着てみたら結構あったかくて、あったかくはないんですけど、まあ結構ね、まあ薄くて、春先これから、まあ、今は冬服購入するのは、まあかなり遅いかなって思ってたんですけど、まあ春先にも全然着ていけるような生地感、こんな感じの生地感になっているんで、こちらね、全然、良かったかな。逆に、あんま分厚くなくて良かったかなって思っております。はい。まあこんな感じなんですけど、まあいつもはね、こういった実写動画とかは撮らないんですけど、まあたまにはこういった、買ったものをね、紹介するっていう、まあ獣関連で買ったものを紹介するっていう、こう、動画をね、また撮っていきたいなって思ってるんで、今後ともよろしくお願いします。ではまた次回何かしらの動画でお会いしましょう。バイバイ。